コーナー178センチ 102.6キログラム、第1回モンスターチャレンジ重量級優勝、藤本裕介。赤コーナー181センチ 92.0キログラム、第7回全日本新空手70キロ以下の部第3位、 K-1 ジャパングランプリ97第3位、安部康弘。ランワン、K-1 バーニング2001熊本大会ジャパントーナメントのチャレンジマッチになります。今ローキック蹴っていきました。赤のグローブは安部康弘、32歳、剣武館所属。対する今右のローを蹴っていきました。青のグローブは青道会館の藤本裕介、25歳です。この試合に勝った方が6月に行われますジャパングランプリ開幕戦の出場権を手に入れることとなります。左青のグローブが藤本、なんといってもその強烈な左右のパンチには絶対の自信を持っています。さて福留さん、はい、藤本です。藤本選手だいぶ体を絞りましたね。104キロから100キロに今回絞ってきました。かなりパンチ、今までパワーで、まあ、お相撲タイプだったんですけども、ちょっとスピードに難があったんで、今回その辺がちょっと期待できるような気がします。マジ下がんなよ、マジ下がんなよ、1分経過、自分の前、1分、左から右、さあパンチが顎を捉えた、右のローキック、安部が積極果敢に攻めて抑えようというところを藤本がつなぎます。持久力、パワーに加えて持久力もつけた藤本、対する左は剣武館の安部です。さあ若手対ベテランの試合でもあります。また青のグローブ藤本のパワーか、それとも安部のテクニックか。はい、ブレイク、いいよいいよ、待って待って、はい、ロングからロングから、左から右、今のボディはいいですね。ボディにパンチを放っていきました。左から右アッパー、そして膝を突き上げていこうというところ。ここまで藤本さん、両者いかがですか。いや、パワーの藤本選手、テクニックの安部選手、藤本選手、今まで単発だったんですけど、はい、今日は左から右の返しのパンチがすごく有効に効いてますね。さあ左のローキック、右アッパー、これは空を切った。しかし相変わらずそのパワーは健在です。ここまで K-1 戦績は5戦戦って4勝1敗という藤本、まさに快進撃。左のロー、アンベは自分の試合をさせてもらえない形ですね。試合を組み立っていこうというアンベ、しかし安部選手は1年3か月、試合が1年3ヶ月ぶりなんで、ちょっとまだ演技が変わるかもしれない。第1ラウンド終了です。第1ラウンド、まずは藤本がこの左から右のボディ、これはいい右のボディが入りましたね。体を振り子のように振って、で拳に体重を乗せてるんですけども、それがすごく今日はいいですね。そしてローキックも強烈なものがあります。セカンドアウト。さあ第2ラウンドです。はい、ファイナルコーナー下がって、ラン2。第2ラウンドに入りました。ジャパントーナメントのチャレンジマッチ、左青のグローブが青道会館の藤本裕介、対するのは赤のグローブ黒のトランクス、剣武館の安部康弘です。勝った方が6月に行われるジャパングランプリの開幕戦への出場権を手に入れます。サービングのロー、これはノーダウンスリップです。第1ラウンドはやはり藤本がうまく試合を運んで試合の主導権を握ったという形になりました。さあ第2ラウンド、安部のテクニックか、左のロー、安部選手キレはいいですね。今のミドルも右のストレートを放っていきました。藤本パワーの藤本、しかし無理に前に攻めることはなくなりました。
左に右に体をうまく動かしながら安倍がタイミングを測って中に入ろうという。鈴木さん、はい、藤本陣営はね、ジャブロー、ジャブローのコンビネーション、これで組み立てて受けてほしいですね。コンビネーション、藤本陣営です。さあ藤本がパワーに加えてテクニック、コンビネーションを見せていくことができるのか。第2ラウンドに入っています。右のロー、第1ラウンドはこのローキックが見事に決まりました。今日は本当藤本選手冷静ですね。よく見て戦ってると思います。対するアンベは少しちょっと攻め手がないような、そうですね、中に入らせてもらえません。右のロー、しかし力がありません。対する藤本は何か一発、相手の顎を見せながら右、これはクロスカウンター気味に入った。鈴木さん、はい、藤本はね、先ほどのインターバルの時にパンチをもらっても効きませんって言ってましたね。アンベのパンチは効かないという。ほら、そこにいない、そこにいない、動く動く、ほら近い近い近い、右だけだぞ、待って待って、行くよ。必ずノックアウトすると話したこの藤本ですが、まだ強引に行くことはありません。残り1分を切りました。第2ラウンド、さあ右、そうそう、ナイスナイス、はい、はい、繰り返し繰り返し、はい、アッパ、遠間から、遠間から、遠間から、左左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 左指示もありました。そのコンビネーションを見せていくことができるのか。ラスト10、ラスト10、青が聖堂会館の藤本です。なんとしてもこの試合に勝ってジャパングランプリに出場したい、そう話しました。さあ藤本、ローキックか、左のハイキックを出していった。第2ラウンド終了です。第2ラウンド聖堂会館、藤本雄介、右、この右ストレートがクリーンヒットしています。パワーに加えてテクニックも備えたこの藤本雄介、第3ラウンド、果たしてノックアウトあるんでしょうか。第3ラウンドです。ファイナルラウンド、第3ラウンド、ファイナルラウンドのゴングを聞きました。ジャパントーナメントのチャレンジマッチとなります。左、青のグローブが聖堂会館の藤本、右ストレート、左のロー、右のローを蹴っていきました。対する赤のグローブ、黒のトランクスは剣武館の安部康弘。この試合に勝った方がジャパングランプリ開幕戦の出場権を手に入れます。さあ右、はい、おっと、ダウン、ダウンですよ、ダウン、これはダウンです。右のローキックが決まりました。藤本雄介、ファイティングポーズを取りました安部康弘。さあ試合再開。さあ今日は左右のパンチではなくローキックでダウンを奪いました藤本雄介です。さあまとめ右のロー、あとこれ効いている、嫌がっている安部。さあ第3ラウンド、ファイナルラウンドです。勝った方がジャパングランプリに出場できます。藤本選手、ここ勝負ですね。果たして第3ラウンド、ファイナルラウンド仕留めることができるんでしょうか。安部のテクニックか、それとも青のグローブ、左ハイキック、藤本雄介、左、あっと左、今グラッときた、アンビがグラッときた、右のローキックは明らかに嫌がっています、アンビ康弘。さあそしてアンビが詰めていこうという第3ラウンド、ファイナルラウンドです。さあ激しい打ち合いになった、頭をつけていきます、アンビ、右のロー。さあちょっとバランスが崩れているアンビ、さあチャンスだ、左、右、アッパー、右、さあ詰めていく藤本雄介、まだ立つ、右のロー、倒れません、アンベ倒れません、ラス1だよ、もういるしかないよ、前出ろ、前出ろ、いるしかないよ、ファイナルラウンド、さあ前、右だ右、ヘリパー。さあダウン奪えるのか、藤本一つのダウン奪っています。ファイナルラウンド、アンベ持ちこたえるのか、カウンターでパンチを決めることができない、右のロー、今の方ですね、藤本選手は、ローキックは効いています。明らかに足が止まりました。残り時間が1分を切った。さあノックアウトできるか、
しかし安部も持ちこたえます。剣武館の誇り32歳気力十分です。右のロー、このローですね。さあ残り時間が少なくなってきた。右のロー、ちょっと間にこのローキックを蹴っています。さあ残り時間が少なくなってきました。藤本雄介、右のローバチーンといい音が鳴った。しかし倒れません。畳みかけることができるか。残り10秒を切った。しかし前に出るのはアンベラサミ、トライのミドル、トライのミドルにやった。そしてここで第3ラウンドファイナルラウンド終了です。試合は判定に入ります。判定の結果をお伝えいたします。さあ判定です。ジャッジ島光を30対26、青藤本雄介。まずは藤本雄介、ジャッジ以外練習30対26、青藤本雄介。ジャッジ田畑康夫29対28、青藤本雄介。以上3敗をもちまして青コーナー藤本雄介選手の判定です。圧倒的な勝利を得ました。見事ジャパングランプリ開幕戦の出場権を手に入れました。藤本雄介満を持してジャパングランプリに乗り込みます。さあ福留さん、今回はこのローキックが一つポイントでした、はい、よかったですね。ただまあやっぱりあの3ラウンドになるとスタミナが少し落ちるんで、まあ、あの6月までまだ時間がありますから、その辺を克服してほしいですね。